いつも華やかなリングの貴婦人と言われております。ルーシー加山とウィニー・バークレーの30分一本勝負であります。今日は国際児童年協調基金チャリティーショーでございまして、吾妻ライオンズクラブの愛嬌進会長より吾妻福祉事務所の梅山哲夫さんに金一封が贈られております。さて30分一本勝負、今ゴンが鳴りました。試合が始まりました。群馬県の中之条第一中学校体育館、満員のお客様を集めております。佐藤さん、はい、このウィニー・バークレーという選手はですね、とっても一見して気性が激しそうな選手なんですけどね、佐藤さんはどういうふうにご覧になってますか？僕もその通り思ってます、はい、ちょっとこの2人ですね、同型じゃないかなと思うんですよ。なるほど。日米のね、同じタイプの代表の激突だろうというふうな見方してるんですけども、かなり向こう行き強いですね、ルーシー選手もそれからこのバークレーも。そうですね、ルーシー加山選手は、いつもリング上のね貴婦人として私紹介してるんですけども、はい、いざ試合が始まりますとなかなかカットするタイプでしてね。そうなんです、ちょっとずつ猛進型なんですね、はいはい。それでこのバークレー選手なんですけど、彼女は今回の外人選手の中で一番小柄なんですね。あーはー、背が一番低いんです。なるほど。それを補ってあまりあるそのなんかこうバカ力ファイトみたいな感じで、決して大きくはないですが、しかし非常に分厚い厚い体をしております。いかにも格闘競技者らしい体をしております。ウィリー・バークレーであります。カウントが入りました。さて、レフリーを務めているのはロニー・ウェインでありますけども、このレフリーが今回どうも日本に参りまして、いろんな非難を集めているようであります。どうも一方的に外人選手、アメリカ選手に味方する、こういったファンの声が巻き起こっております。なるほどね、見えないところでチョーク攻撃、喉を攻めてましてね、若いんですけども、こういった反則攻撃に関しましてはウィニー・バークレーさすがのものを持っております。日本選手も佐藤千乃選手、あるいは堀あゆみ選手が、セカンドとしてついております。一方外人のアメリカコーナーにはもう恩恵と申しますか、NWA23 年間チャンピオンとして君臨しておりますムーラがついております。この選手がムーラ、あったムーラの横にですね、なんと池下が来ましたね。いやこれは不気味な雰囲気になってまいりました。あっとコーナーマットに乗ってまいりました。コーナーコーナー、ああなるほど、こうして潰しておいて徹底的な攻撃を加えようというわけであります。本当に荒っぽい攻撃を加えております。あっと生地日本選手がああして抗議してるんでね、うまくというかずるくというか、ロニー・ウェインがそちらの方に注意をそらされております。しかし対して厳しい注意は例によって与えません。さあ今度はどういたしますか。あっと今度はロープを使っております。もうこれは完全に反則攻撃ではあります。カウントを取るか、ゆっくり取り始めました。どうもこの辺が頭にくるんですけどもね、もうセコンドについている佐藤千乃選手あたりは自分がかかっているような感じ、エキサイトしております。アメリカ人と戦う日本の選手は、1対1ではありません。まずレフリーが敵方に回っております。さあ足を伸びに行きました。これはどうでしょうか。いいですね、場所がいいですね、はい、真ん中ですからね、ほとんどリングの中央であります。今ムーラーが血相を変えまして、あレフェリーが引っ張ってました。今見えたね、見ちゃったね、ご覧ください。レフェリーがもう公然とやっております。こういうことをやるレフェリーはね、かつてオスカーという 3AA から派遣されたレフェリーがやってまいりましたが、はい、そのオスカー以上という噂であります。
でも本当ひどいですね、はい、しかもあの済ましてやるんでね、あまり堂々とやるんでファンの方があっけに取られてね、はい、びっくりしております。さあ今度は池下が行きました。池下も来ております。放送席の前ではムーラ、さあああ何かもう試合というよりもね喧嘩という感じ、異様な雰囲気が満ち溢れております。中之条第一中学校体育館、このレフェリーが登場すると試合はいつもこういった感じになります。さあ髪の毛を掴んでいる、やりたい放題という感じ。さすが気の強いルーシー香山でありますが、ほとんどなすすべがありません。悲鳴の上げっぱなしという感じ。さあ今度はどうするか、あーっと場外に落としました、場外に落としました。これを追っていった、気が強いですね、ウィニー・バークレーは。場外です、あーっとものすごいボディースラムであります。場外でありました。さっと今リングの上に登場いたしました。しかしルーシー香山はもう腰を打ちました、背中を打っております。日本の選手がやってまいります。一人ガッツポーズ、リング上一人ガッツポーズのウィニー・バークレー。佐藤さん、はい、何かやられっぱなしでね、ここまでルーシー香山いいとこありませんね。そうですね、ちょっといい今の状況でしたなすすべがないですね、はい、左の膝を依然として痛めておりますルーシー香山、ちょっと足を引きずっております。しかし今日は愛知が反則攻撃で相当に体力を消耗してまいりましたルーシーであります。さあ待ち構えているバークレー、また落とすかと、かろうしてこらえました。今度は蹴落としましたね、激しいです。さあゆっくりと呼吸を唱えようとしておりますルーシーです。いつ反撃に転じますか、いつ反撃に転ずるか、しかし隙を見せません。ご覧ください、徹底的な反則攻撃、あっとムーラーが行きました、すごいキック攻撃、ストッピングであります。ムーラーが行った、ついムーラーがカットしました。日本選手行った、これですからね、女親分であります。NWA の女親分、23年間王座に君臨するという大変な団長がついております。さあようやくリングの上に上がりましたが、どうでしょうか、怒ったこれを、さあ怒った、ざまじい女の執念を抜き出してあります。さあルーシー行った、どうするか、ロープに振ります、タイムクロスショップ、ハートを攻撃しております。そして今度はどうするか、あっとブレンバスターに行きました。さあそしてどうでしょうか、ダブルアームスープレックスから前に落としております。さあカウントが入る、カウントあれあれあっけないか、3が入りました、カウント3ゆっくりと入りました。なるほど、反則攻撃はうまいんですけども、ルーシーがひとたび大穴をね、はい、見舞いますと案外やっけなかったですね。そうですね、はい、でもそれにしてもカウントが遅い。